ジャッジ MCU です。本日はサンソフトさんから発売されているファミコンソフトを2本ほど紹介したいと思います。よろしくお願いします。まず1本目はこちら、ファミリーコンピューター専用ソフト、アトランティスの謎 by サンソフト。こちら1986年に発売したアクションゲームとなっております。なんとこちらステージ数が100面もあるんですね。けれどもいろいろな場所にワープゾーンが隠されているんですね。なのでそれを駆使していけば難しいけれども100面クリアも夢じゃない。僕の友達、まあ親友と言っても過言ではないでしょう、あの藤田氏は、そのワープを駆使して10分でクリアするという超絶プレイをネタにされてますね。まあ、特にラストの鬼よけはもう必見です。まあ、コレクターでもあり、ゲームがうまい。そこはやはりリスペクトするとこなんじゃないでしょうか。けれどもう少し部屋を片付けなさいよ。手伝うから。さらに、まあ、100面と言っていますが、当時攻略本を作っている出版会社から電話があって、たどり着けない面が3つぐらいあるんですが、どういうことでしょう？的な電話があったらしいんですね。そしてすぐ確認すると、本当にいけなかったみたいなんですね。さらに発売後もですね、そういった問い合わせの電話が多数あったらしいです。けれどそれで回収とかになっちゃうと大変なことになっちゃうので、全部使用ですと答えていたそうです。まあ、当時バグという言葉は NG だったらしいですね。そして一生懸命頑張って100名に到達してクリアしたのに、これといったエンディングがなく、コングラチュレーションの文字、そしてそこに現れたのは、そう、同社サンソフトの一機のゴンベイが佇んでるんですね。まあ、この物語的にこの主人公のウィンがお父さんを助けに行くっていう設定だったらしいんですが、このウィンとまあ容姿が違いすぎる、なので急遽設定の方を師匠を助けに行くっていうことになったらしいです。急なぶっ込みゴンベイでしたからね。けれどこのアトランティスの謎、制作期間がなんと3ヶ月、110なスピード仕上げでございます。まあそういうこともあってなのか、いろいろ削っていく部分とかあったんでしょうね。でも面白いですよ。けれど操作性が少し癖があるんですよね。特にジャンプ、一回ジャンプするともう戻れない、コントローラーじゃ操れない。なのでボタンの強弱でジャンプを調整したりしなきゃいけないんですよね。まあそういった癖も含めてですね、ファミリーコンティニューの曲、坂本町8番地、そう、あの坂本教授と一緒に作った曲ですね、その2バース目のリリックにこのアトランティスの謎のそういった内容を題材にしてますんで、もしお時間があったら YouTube で聴けるのでぜひよろしくお願いします。坂本町8番地、チワッチギラギラに舞う時計異端児、さながらアトランティスのウィン、師匠助けに目指すはビクトリー。そして結構間違いやすいんですが、こちらアトランティスの謎じゃなくてアトランチスの謎なんですね。ファイヤーエンブレムじゃなくてファイアーエムブレムみたいなね。さらに意外と副題もあるんですね。よみがえ帝国、そしてタイトルの下には何やら文が書いてありますね。神秘の洞窟の中、次々と迫り来る恐怖、ダイナマイトで敵を倒し秘宝を集めろ。まあ、このダイナマイトっていうのはボンっていう武器ですね。爆弾だからボムからのボンな感じなんでしょうか。でも武器でボン、でも何週間回ってボンも大好きです。あとこちら当時プログラミングをしていた竹内明人さんはパックランドやあのスーパーマリオブラザーズに影響を受けてこの本作を作ったと、とあるインタビュー的座談会で読みました。けどね、やっぱ味があるスルメゲームなんですよね。うんだようんだよって言いながら何回もやっちゃうスタイルですよね。まあその要因の一つとして曲がまたいいんですよ。音楽を担当したのは小高直樹さん。他の作品で言うとファミコンマドゥーラの翼、リップルアイランド、ラフワールドなどなどを手掛けたレジェンドの方ですね。で今言ったラフワールドなんかですね、ファミコンとは思えないぐらいのよくできてる曲なんですね。しかも拡張音源とかも全然使ってないと聞いております。であのリズム帯とかあの粋なメロディーとか、もう僕の5本指に入るファミコンの曲ですね。ぜひ機会と機会があったら聞いてみてほしいなと思いますよ。ということで1本目に紹介したのはファミリーコンピューター専用ソフトアトランティスの謎でございました。2本目に紹介するのはこちら、ファミリーコンピューター専用ソフトマドゥーラの翼 by サンソフトでございます。こちら1986年に発売したアクションロールプレイングゲームです。まず最初に言いたいんですけれど、裏汚、劣化激しい、なんか書いてあるね、ひらがなで
まあ、どういうことだろう。ルーラの翼とか書こうとしたのかな。まあいいや。主人公は女戦士のルシア。このマドゥーラの翼というのはですね、不思議な力を持つ象のことですね。エレファントじゃない方ですね。まあその象を奪って悪い奴が世界征服をしようとするんですよ。それを阻止しようと、このルシアがぶっ飛ばしに行くっていうスタイルですね。そしてこのルシア、めちゃめちゃ可愛いんですよ。まあそういうこともあって、未だに根強いファンがいるっていうマドゥーラの翼ですね。なので、ニンテンドー 3DS とかでもですね、ダウンロードできるソフトですよね。まあ 3DS ももうレトロゲームなのかな。まあこちら全16面、敵を倒して、時に敵を避けて、まあその避けてっていうのが結構このゲーム重要になりますけれど、武器をゲットして、アイテムをゲットして、ボスをぶっ飛ばして、とことん突き進んでいくっていう、ハードコアスタイルのアクションロールプレイングゲームですね。難易度もなかなかの骨太スタイルですよ。その割にはエンディングがめちゃめちゃ淡白、展開が急だったりするんですよね。なのでラスボスを倒して、ですぐエンディングが始まるんですけれど、それ見た瞬間、そのラスボスを倒した達成感がどっかにこう飛んでっちゃう。もっと言うと、何が起きたのかわからなくなっちゃったりする。あれ？このゲームどんな内容だっけ？ぐらいになってしまうかもしれません。ちなみに本作のストーリーはですね、ちょっと読ませてください。かつてバダムの地に伝説の彫像マドゥーラの存在が伝えられていた。手にした者は世界のすべてを支配することができるというその彫像をめぐって、人々は長きにわたって争いを続け、栄枯盛衰を繰り返してきた。ある時代になってマドゥーラの翼を手にした心ある王が、争いのもとにならぬようとマドゥーラの翼を洞窟の奥深くに封印し、ラメール族と呼ばれる戦士の一族に主役を命じた。それから数世紀が経ったある時、ラメール一族の裏切り者ダルトスがマドゥーラの翼を奪ってアレックス城の地下迷宮に閉じこもり、魔物を呼び出して世界征服を企み始めた。ダルトスを倒すべく派遣されたラメール一族の戦士団も魔物たちの牙の前に一人また一人と倒れ、ついには一族で唯一魔法を使える女戦士ルシアを残すのみとなってしまった。ルシアはダルトスの待ち構える城を目指して突き進んでいく、といった内容なんですけど、エンディングこんな感じなんですよ。わかんね。でも面白いからグッド。さらにね、これ当時の CM でラスボス結構映っちゃってんですよね。大々的に映っちゃってんですよね。あれどういう意図があったんでしょうね。そして副題はですね、愛と魔法と夢の大冒険。ベタでかっこいいね。あとまあかっこいい点といえば曲です。音楽を担当されたのは、先ほど紹介したアトランティスの謎の音楽も担当していた小高直之さんなんですね。まあ先ほどのアトランティスの謎だったり、まあさっき言ってないタイトルを言うとバットマンだったり、超惑星戦記メタファイトだったりするんですね。どれ聞いてもね、やっぱいいっすね。あ、でもさっきも言ったけどラフワールド最高。そしてこの美術、こういったジャケのイラストだったり、まあ、キャラデザインだったりなどなどを担当したのは、そう、森健さんでございますね。森健さんといえばですね、やはりワンパクコミックじゃないでしょうか。まあ、そこでこのマドゥーラの翼だったり、リップルアイランドだったり、ラジバンダリ、まあ、などの漫画を描いて連載していましたね。僕ら世代にはドンピシャなあの絵ですよ。最高。今その漫画の方もめちゃめちゃ高くて高騰してますからね。ちなみにこのファミコン版のマドゥーラの翼もですね、まあ、現時点でこの裸ソフトだったら、まあ、箱説がない状態ですね。だいたい2000円から2500円以内なんじゃないかなと思います。あ、裏もちゃんとした状態ね。このまあじゃなくてね。さらに箱説がつくともう2万超えするんじゃないでしょうか。さらに攻略本とかも4,000〜5,000円とかで取引されてるんじゃないでしょうかね。さらにプレイステーションの方でメモリアルシリーズ3ソフトというシリーズが発売されているんですね。それのボリューム3にこのマドゥーラの翼収録されています。そのボリューム3はマドゥーラの翼と東海道53次のセットですね。まあ当時はまあ1,500〜1,600円だったんですけど、今はまあちょっと上がりまして、まあ3,000〜4,000円ぐらいなんですかね。まあなのでね、気になった方はどれかを選んでプレイしてみてはいかがでしょうか。あ、さらに僕の友達のジャックがやってるゲームスグローリアスの方でも T シャツ、マドゥーラの T シャツを販売していましたね。今どうなんだろう、ソールドアウトかもしれないです。まあ、ネットでゲームスグローリアスで検索するとホームページにたどり着けるんで、気になった方はちょっとチェックしてほしいなと思います。ということで、2本目に紹介したのは、バーン、ファミリーコンピューター専用ソフト、マドゥーラの翼でございました。
本日はサンソフトから出ているファミコンソフト、この2本を紹介していきました。皆さんご視聴どうもありがとうございました。これからもですね、ゲットしたレトロゲームやうちにあるレトロゲームの方を順々に紹介していきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いいたします。からの高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いしちゃったりしております。ということで皆さん、またお会いしましょう。それじゃあ行ってみようか。 MCU の110チャンネル、素敵な一日を。